はい、どうもです。こんばんは。本日は自己デバフ耐性っていうのがついてるキャラクターの数値っていうのを軽く、シューターキーパーランキングで見ていきたいなと思います。まあ、昨日ですね、デバフパで使った場合のシューター&キーパーランキングみたいのを動画やったんですけど、まあ、その時に自己デバフ耐性があるキャラクターは、の立ち位置もちょっと気になりますねというようなコメントいただきましたんで、その辺ちょっと見ていきたいなと思います。今日見ていくキャラクターに関しては、フェスの翼くんと、あとは森崎くん、ドリスコレの森崎くんで、あとは、ガード 100% が自分でついてる、ソリマチくんですね。この3キャラを中心に見ていきたいなと思います。で、分かりやすいようにですね、条件に関しては自分がですね、バフ 75% のデッキになってて、で、相手がデバフ 85% のデッキで、まあ来ましたよと、まあ、そんな感じの、対戦を想定してます。で、そこに対して、まあ、自分側にですね、翼くんと森崎と、で、反町をスーパーサブで出していきましたみたいな、ところで、まあ、少し見ていきたいなと思ってます。相手側は、バフ 0% デバフ85みたいなデッキになってまして、そちらで今数値、地上シュートで並べ替えてるんですけど、翼くんですね、渾身の力 10%、そしてガード 30% を反映して、まあ、翼自身にはデバフ85かかるんですけど、ガード 30% するので、デバフ 55% しかかかってない、まあ、実質ですね、25% バフが乗ってるよといったような状態で数値を出してます。そうすると51万3000という数値になってまして、もう今地上シュートで並べ替えてるんですけど、まあ、地上シューターとしては一番上に来てるという形になってますから、まあこの翼くんに関しては、まあ、デバフパー相手であれば、まあ最強シューターという感じになるかなと思います。で、その下にですね、OMF キラーと全力全開が乗ってガード 30% を反映した森崎くんっていうのが49万1000という形で来てて、渾身の一撃の中西くんとかを超える数値になってます。この上に来てるのが、まあ、翼くんだけという形にもなるので、まあ、この条件、OMF キラーと全力全開を両方満たせばですね、森崎抜けるキャラクターっていうのも、いないですよという形です。まあ、一応ちょっと下にですね、シュナイダー、出てくるんですけど、まあ、こちら43万9000になってまして、まあ、キーパーの属性が即だった場合に、まあ、45万8000まで行くんですけど、森崎くん、まあ、一応 OMF キラーと全力全開両方乗ってくれば49万なので、まあ、シュナイダーも止めることができますよという立ち位置になってます。で、もし OMF キラーまたは全力全開どっちかだけだった場合は、もう森崎くん45万7000という数値になるんですけど、まあ、その場合はですね、シュナイダーとすごいいい勝負になるという形です。シュナイダーに関しては属性有利込みで45万8000という数値になるので、まあ、若干シュナイダーが優勢出せそうかなというところではあるんですけど、まあ、それでも、まあ、森崎くんの能力値から考えれば、まあ、かなり、まあ、いい勝負できているというところですね。またですね、属性有利が乗ってこないリバウールとかに関しては、OMF キラーまた全力全開であったり、まあ、その両方ですね、が乗ってきた森崎っていうのは、まあ、リバウル十分止めることができたりするので、まあ、やはりデバフパー相手に森崎を使うっていうところも、まあ、非常に有効なんじゃないかなと思います。まあ、実際にですね、ヘルナンデスのフォワードキラー海外キラーが乗った時が43万5000なんですけど、森崎くん、本当に何にも乗らなかった場合、全力全開もないし、相手がフォワードで OMF キラーも乗らなかったとしても42万3000っていう数値が出て、その森崎くんの上にいるキーパーっていうのが、まあ、全力全開クラブキラーとか、まあ、結構特定的な、まあ、レシャールであったり、高浮キラーまで含めたミューラー、まあ、そしてフォワードキラー海外キラー両方乗った時のヘルナンデスっていう感じになりますから、まあ、ガード 30% が反映された森崎っていうのは、まあ、ベースとしても結構、いい数値が出てるんじゃないかなと思われます。そしてもう一人としては反町くんなんですけど、まあ、スーパーサブそしてコンビネーションに行ったっていうところはもう乗る前提としまして、自身のガード 100% ガードしますよっていうのがあるので、まあ、デバフ 85% 全てガードするという前提で見ております。まあ、なんで、まあ、自分が今バフ 75% なので、まあ、この反町くんにはバフ 75% が全て乗ってるという状況で数値を出してるんですけど、地上シュートで打って45万8000なので、ブライアンのゾーン最大値であったり、ハースのパンチキラー、そして、まあ、シュナイダー、リバウルっていう数値を、まあ、なんと、地上シュートで超えてくるという形の結果になってます。まあ、なんで、反町に関してもですね、まあ、相手が、まあ、ゴリゴリのデバフパであれば、まあ、使っていくことで非常に優秀な数値が出るっていうのと、
さらにですね、低浮きでシュート打ってあげると、まあ、低浮きの必殺技力が一番高いので47万3000っていう数値が出てます。まあ、ただ翼くんの方が51万なので、まあ、ソリマチくんよりもさらに優秀という感じなので、まあ、ガード 100% のソリマチも強いんですけど、自己ガード 30% ある翼くんの方がさらに上でしたというような結果ですね。まあ、ただ翼くんだった場合は、まあ、どうしても対抗心渾身のサリナスっていうところが抜けないのかなというような数値構成になっているので、その辺を鑑みるとですね、シュートキラーのみのサリナス、こちら41万8000なんですけど、ソリマチくんで、シュート打っていけば、ソリマチくんは地上シュートで45万8000、浮き玉に持ち帰ればもっと、優勢が取れるという感じになって、まあ、サリナスとかもしっかり抜けるようなキャラクターになってます。はい、というところで、まあ、ちょっと前の、まあ、1世代前って言ったらいいんですかね、去年ぐらいから出始めた、まあ、新田くんであったりとか、まあ、そういう自己ガードがついてるキャラクターっていうのは、まあ、シュート値自体はですね、まあ、今のフェス翼くんと、まあ、差し変わらないレベルかなと思いますので、まあ、そういうキャラクターが、まあ、デバフパに対して入っていったら、まあ、やはり翼くんぐらいのシュートの立ち位置には来れるんじゃないかなと思いますので、まあ、ガード 30% あるキャラクターで、まあ、比較的新しめのやつに関しては十分今の環境でもやっていけるような位置づけになるんじゃないかなと思われます。まあ、ドリコレ森崎とかに関しても、まあ、結構前に出たキャラクターだと思うんですけど、まあ、ガード 30% を反映することで、まあ、今でも十分使えるキャラクターと言えるんじゃないかなと思います。で、まあ、実際ですね、ビクトリーノとか、この辺もガード 100% のキャラでいるんですけど、ソリマチくんとそんなに数値変わらないので、ビクトリーノも十分使えそうだなというような感覚はありますね。はい、まあ、というところで、まあ、今回ちょっと簡単ですけども、自己ガードのあるキャラクター、まあ、自己デバフ耐性のあるキャラクターですね、まあ、こちらのシューターキーパーランキング交えて、まあ、今の立ち位置見てみました。いかがでしたでしょうか。まあ、なんで、まあ、本当にちょっと前出たキャラクターだったとしても、自己ガードがあることでですね、まあ、非常に、ね、数値変わりますので、自分の持っているキャラクターで、まあ、自己デバフ耐性があるキャラクターっていうのをちょっと探してみてですね、使ってみても面白いのかなと思います。まあ、なかなかデバフパと、まあ、そう出会うこともないかなというところも、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、ぜひ参考にしていただければなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。